ははいこんばんばです今回の話はライジンのなんかランドマーク2っていう、まあ、試合がなんかあったみたいで平本蓮選手っていう方とですね鈴木千尋選手この2人がですね試合してですね、まあ、0対3で最初判定負けだったんですけどどうやら。 鈴木選手が勝利したようなんですねはいまあそれでなんかそのこの試合になんか批判殺到されていてまあそうですねなぜ批判殺到されてるのかどうかわかんないんですけれどなんかこの試合はやらせじゃないかとかね <laughs> あの本当は勝ってないんだこれはなんか 妖長なんだとかいうのを見かけてですねやっぱこういうこうやって疑う人がいるんだなと思いましたねはいこうやって疑ってる人がいてですねまあなんでこんな思い込み思い込みするのかなってちょっと思うんですよねはいまあそういうことでしたねはいまあというわけで今回の話は ライジンの試合でですね、あの鈴木選手がまあ、勝利したんですけど、この試合ですね、あの平本蓮選手と鈴木千尋選手の試合にですね、違反殺到されたことについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。